熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンが開幕し、昨シーズン以上に J1 昇格への期待と注目を集めるチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。5月28日ロアッソ熊本はホームでモンテディオ山形との試合に挑みました。前半ロアッソは何度も決定機を作りますが、シュートは決まらず0対0で折り返します。後半ロアッソは得点を許し、0対3で敗戦となりました。スタジアムの雰囲気はものすごい良かったですし、ただ自分たちが勝利を届けられなかったことが本当に悔しいんで、また次のホームゲームでは勝てるように準備したいと思います。次の試合は6月11日の清水エスパルス戦です。スタジアムでロアッソを応援しましょう。ロアッソ熊本のエースとして活躍している石川選手が先日の試合中に右膝を負傷、全治およそ8ヶ月との診断を受けました。今日は石川選手が今シーズン決めた9ゴールを全部お見せします。石川選手の今シーズン初ゴールとなったのは開幕戦の栃木 SC との試合。相原選手のクロスをゴール前の石川選手が右足でそらし、技ありのゴール。続いてはレノファ山口 FC 戦。竹本選手からのスルーパスに反応した石川選手は右足でシュートを放ち、ネットを揺らしました。3点目はスウェーデン金沢戦。石川選手のカーブがかかった柔らかいシュートがゴール右に決まりました。町田ゼルビア戦では試合終了間際に相原選手からのクロスを頭で合わせ、意地のゴールを決めました。この後スーパーゴール連発。石川選手は5月に入ると調子を上げてきました。ヴァンフォーレ甲府戦ではゴール前でこぼれ球に反応し先制点を決めました。さらに試合終了間際に松岡選手からのパスを受けシュート、ボールは相手の足に当たりながらもゴール右に吸い込まれました。続く大分トリニータ戦では今シーズン初となる2試合連続のゴールを決めます。圧巻だったのが水戸ホーリーホーク戦。大西選手からのロングパスを受けた石川選手が低く鋭いシュートを放ち、ネットを揺らしました。さらに後半には平川選手が折り返したボールを石川選手がトラップして左足でボレーシュート。これで石川選手は今シーズン目標としていた2桁得点まであと1ゴールとしました。石川選手の完全復活と今後の活躍を期待してロアッソ熊本を応援しましょう。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。今回もこの3人でトークしていきます。よろしくお願いします。お願いします。トークするのは前回に続きこちらの3人。ミッドフィルダーの大本選手は速さを武器に攻撃の起点となる選手です。ディフェンダーとして出場している大西選手は攻守ともに存在感を発揮しています。
フォワードの相原選手はここぞという場面でゴールを決めるストライカーです。一番年上なのが28歳の大本選手、そして相原選手が27歳、大西選手は一番年下の25歳です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。最近試合に絡み出して、こんなにも公式戦の試合きついんだって感じですね、でもやっぱ本当雰囲気めっちゃいいんで、ロアツの確かにホームいいよね、めちゃめちゃいいですね、最初あの光、聞いた時、今もなんですけど試合も聞くとブルってなるんで、わかる、わかります、この間はそれホーム初めて聞いたんで、なんかもうスイッチ入るようなもう一回回したらカモンドカモンドできるし、このめちゃめちゃいいよな最初手の振り方ちょっと難しい、そう俺もあれタクに教えてもらってちゃんと横でタクもな、今年入ったばっかのくせになんかちょっとなんかもうめっちゃ知ってますみたいなすぐのやつでもあいつのおかげで結構ちゃんとできた。まだまだ続く本音トーク、でも最近だからそれこそ俺島村拓とめっちゃいろいろ話すけど、あいつめっちゃ喋るん好きやな、めっちゃ好きっすよ、飯2人行ったんですけど、行った時にもう食い終わって、まあ喋りちょっと喋りの時間あるじゃないですか、4倍ぐらい長かったっす思った4倍長かったっす俺もだからこいつめっちゃ喋んなかったで、あいつめっちゃ食うそうなんめっちゃ食う、だから誕生日俺寿司連れてってたんだけど、はいはいはい、寿司連れてって普通寿司連れてったらまあ満足っていうかまあ結構ちゃんと来るやん、はいはい、でも明らかに顔がもうまだお腹減ってますな顔してたけどでカフェ連れて行ってもう次カフェ行ったら普通コーヒーで終わるやん、はい、あいつホットサンド食っとった寿司じゃちょっと問題ない、寿司じゃ言いにくかったやろな多分でお前多分お腹空いてるやろって言ったらめっちゃ可愛い顔ではいとか言って食べていいですかって、はい、でも可愛いからなんか許せるんですよ、丸坊主があんな似合うってもう反則やもんね、確かに。大崎は意外にね、喋る大崎の、あの、翔平にしか見せない笑顔してるだってあいつさ、やばかったやん、最初とか、はい、もうずっと下向いてさ、ロッカーでももう見えへんぐらい入ってさ奥に遮断してるみたいな、でも大木さんとかもさめっちゃ練習中とか言ってくれるやん、はい、ああ先でみんな いじってるけど全然あれやって、でもそこで翔平はやっぱ諦めずに面倒 見たわけやん、なんか練習中でもいじって、はい、でみんなの前でもいじって、じゃあだんだんあいつなんかさ喋るようになってきたっしょ、めっちゃ、はい、翔平もなんかもうそれが美味しいと思っとるやろ、ちょっとなんか俺の大崎みたいなそうやのにさ、大崎あんなお世話になってんのにあいつ手術終わった後とか何も LINE してないらしい寂しかったよ、お前ちゃんとお前 LINE したんって聞いたら、いやしてないですすいません今からしますもう終わってんのに手術先輩に見せない顔を同期でめっちゃ見せてるらしい、すげえダルガラミしたりって、なんかあんまイメージわかんないじゃないですか、大崎なんかさ、でも同い年ではなんかめっちゃ喋ってる印象がある、そうそうそう、で本当は多分みんなグイグイいけるんですけどまだって感じです、なるほどね、僕の人ではいきなりだってさ、ビジュアルだよ、でも嬉しいんじゃないお前もちょっと怖いかもしれない結局これ怖いかもしれない怖いやん結局、じゃあ話が盛り上がったので次回はトークの延長戦をお送りします。ここでロアッソ熊本のホームゲームの情報です。明治安田生命 J2 リーグ第20節清水エスパルスとの試合が6月11日日曜日午後7時から、第22節ジュビロ磐田との試合が6月25日日曜日午後7時から、それぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。そして試合当日は混雑が予想されますので、スタジアムへは公共交通機関またはパーク&バスライドをご利用ください。パーク&バスライドは豊島ふれあい広場横のスペースから無料の送迎バスが出ます。こちらは事前に予約が必要です。また JR 熊本駅と光の森駅からシャトルバスの運行もあります。
JR 熊本駅からのシャトルバスのご利用には事前予約が必要です。 JR 光の森駅からは臨時シャトルバスが増便されます。パーク&バスライドとシャトルバスには利用特典もあります。詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認ください。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。前回の田辺選手の宿題はまだまだ募集中です。皆さん挑戦してくださいね。ぜひみんなもやってみてね。番組で採用された方には2023ロアッソ熊本ホームゲーム QR チケット引き換え券 A 席ミックスをプレゼント。宿題の投稿期間は6月7日までです。ぜひ投稿してくださいね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック。ここで番組サポーターのアウトソーシングテクノロジーから視聴者プレゼントのお知らせです。希望する選手のサイン入り T シャツを抽選で3人の方にプレゼントします。詳しくは番組公式ツイッターで。熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。